シマムロミュージックプレゼンスホットライン。動画をご覧の皆様こんにちは、目黒一番です。この度ホットライン2016ジャパンファイナルへ出ることが決まりました。とても嬉しく思っております。ホットラインはね、2009年から僕挑戦してまして、今回で7回目となるんですけども、ジャパンファイナル最初は夢でしかなかったんですが、それがいつしか明確な目標となって、まあ、途中ね何度も悔しい思いをしましたけども、今回最後というね覚悟を決めて挑戦しまして、嬉しいことにジャパンファイナルへ行くことができます。本当にありがとうございます。それでこの7年間このジャパンファイナルこそが皆さんに見ていただきたかったステージなので、本当皆さんに今年11月6日日曜日恵比寿ザ・ガーデンホールに来ていただいて、僕の一番のステージを見ていただきたいと思いますので、お時間ある方どうぞよろしくお願いします。